芋虫は江戸川乱歩の表した短編小説である。博文館の雑誌、新青年の昭和4年1月号に掲載された。新青年編集長、信原県からの芋虫という題はなんだか虫の話みたいで魅力がないから悪夢と改めてもらえないかという要望により、掲載時のタイトルは悪夢とされた。ただし、乱歩自身は、 悪夢の方がよっぽど平凡で魅力がないと評しており、平凡社版、江戸川乱歩全集大発巻への収録に際し、題名を芋虫に戻している。当初は、改造者の雑誌、改造の依頼で書かれたものであったが、内容が半軍国主義的であり、さらに禁止勲章を侮蔑するような箇所があったため、当時、左翼的な総合雑誌として当局に睨まれていた、改造誌からは、 危なくて掲載できないとして拒否された。このため乱歩は本作を新青年に回したが、新青年側でも警戒して、伏せ字だらけでの掲載となった。なお、この代わりに改造に掲載されたのが虫である。また、戦時中多くの乱歩作品は一部削除を命じられたが、本作は唯一全編削除を命ぜられた。草原推理文庫の乱歩自身の解説によると、 本作品発表時に、左翼からは、このような戦争の悲惨を描いた作品をこれからも、どんどん発表してほしいとの賞賛が届いたが、乱歩自身は全く興味を示さなかった。上述の戦時中の全面削除については、左翼より賞賛されし者が、右翼に嫌われるのは至極当然のことであり私は、何とも思わなかった。夢を語る私の性格は、現実世界から、 どのような扱いを受けても一向に通用を感じないのであると述べており、この作品はイデオロギーなど全く無関係であり、乱歩の人間のエゴ、醜さの表現の題材として死死をなくした男性主人公とその妻のやりとりが描かれているに過ぎない。乱歩が本作を妻に見せたところ、いやらしいと言われたという。また、本作を読んだ芸儀のうち何人もが、あれを読んだら、 ご飯がいただけなかったとこぼしたとも言う。正位軍人の砂が注意を夫に持つ時子には奇妙な思考があった。それは戦争で両手両足、聴覚、味覚といった五感のほとんどを失い、視覚と触覚のみが無事な夫を敷いたげて快感を得るというものだった。夫は何をされてもまるで芋虫のように無抵抗であり、 また、夫のその醜い姿と個体満足な己の対比を嫌王にも感じられ、彼女の私躍心はなおさら高ぶるのだった。ある時、時子は夫がわずかに持ちうる外部との接続機関である目があまりにも純粋であることを恐れ、その目を潰してしまう。もだえ苦しむ夫を見て彼女は自分の過ちを食い、夫の体に許してと指で書いて謝罪する。間もなく、 砂が注意は失踪する。時子は大家である、和潮少将と共に夫を探し、許すとの走り書きを発見する。その後、庭を捜索していた彼女たちは、庭に口を開けていた、古い土に何かが落ちた音を聞いたのだった。本作は、発表から10年間は特に発禁の対象とされていなかったが、日中戦争中の1939年3月30日。 鏡地獄に収録された版が削除処分とされた。その理由について内務省警報局図書課の検閲資料には次のようにある。イモムシの一辺は戦争の試しを失い言語不能になったイモムシのような人間と妻の変態的な性欲生活を描いたもので反戦的とか戦争嫌悪を感じさせるほどのものはないが、 廃兵の悲惨な肉体が醜悪に描かれている。その展示術から不穏と思えはる。また不健全な性欲がグロデスクに露骨に描かれ、過ぎていると思われる。また、警報局の秘密文書、出版警察法第117号には次のようにある。芋虫海外と題する一辺は死死を失い、言語不能となりし、廃兵とその妻との悲惨。 変態的性欲生活を描写せるものにして自局に、鑑み不穏の点あるにより改めて、中略安寧及び風俗削除。当初は、次番削除の方針であったが、図書課長の育江泉元無場の判断で、本番削除とされ、回収措置が取られた。水沢藤尾はこの背景について、日中戦争の長期化に伴う戦勝者の増加を指摘し、 戦争遂行のエネルギーを供述するために処分が断行されたとしている。2005年公開のオムニバス映画、乱歩地獄で映画化されている。また、2010年公開の映画、キャタピラーも当初本作を原作としていると報道されたが、著作権量などの問題によりそのまま映画化することができず、最終的には乱歩作品から着想を得たオリジナル作品として、 クレジットから乱歩の名前を外した。なお、題名、男性主人公の階級、障害の部位、夫婦間の感情、結末など、芋虫を踏襲した部分も多いが、結末に至る理由が芋虫とは異なっており、全体としては制作者のイデオロギーを色濃く反映したものとなっている。ありがとうございます。